動画も撮ってるから。大阪国際大学国際教養学部国際観光学科3年生の比嘉七音です。名護高校出身です。高校3年生の4月からです。海外研修がたくさんあるからです。地元から出たくて、自立するために一人暮らしもしたかったので県外進学を考えました。最初は九州だったんですけど、九州だと兄弟が住んでることで一緒に住むことになっちゃうので大阪に進学を決めました。自分に合う雰囲気だったり興味のある学科が学べるところです。最初にお母さんに話したんですが、賛成してくれて、お父さんも賛成してくれたので、しっかり話し合いすることが大切だと思いました。観光学科にはたくさん取れる資格があって、この大学だから取れる資格とかもあるので進学してよかったです。ここでしか取れない資格は旅行業務取扱い管理者資格だったり博物館資格だったりです。施設がとても綺麗なので、どこに行っても友達と会話が楽しいところです。沖縄の自然に恵まれた環境だったり人の明るさだったり、そこを知ることができたところです。言葉が通じなかったり、夏休み帰省するときにバイトとかで休みが取りづらかったりするところです。友達と一緒に買い物とか行ったときに、このズボンつけたいとか言ったら、履きたいでしょとか言われたり、メガネつけてるって言ったら、メガネはかけるでしょとか言って、そこら辺恥ずかしいからちゃんとしてとか言われたりするところです。こたつは絶対買った方がいいです。あとコートとかも着込んで暖房もつけて、冬の寒い日はお湯に浸かったりとかして、沖縄と違った環境が楽しめるのでいいと思います。今はゼミで街づくりなどをして旅行に関することを学んでます。大学でできた友達です。自分が一人でいる時とかに声かけてくれたり気遣ってくれるので、とても助けられています。大学で友達になったみんな一緒に遊んでくれたり、辛い時とか励まし合ったりして、とても大学生活が充実しているので、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お母さん、いつも帰ったら美味しいご飯とか作ってくれてありがとうございます。ちょっとした愚痴とかも聞いてくれて、お父さんが何か言ってきたりとかしたら助けてくれてありがとうございます。お父さんはいつも心配してくれるのは知ってるのに、電話しないでとか冷たいこと言ったりとかしてごめんなさい。電話してくれるの嬉しいです。いつもありがとうございます。沖縄出てこっちに友達ができるか、仲良くやっていけるかとか心配されている方もいると思うんですけど、そこは沖縄らしさのいっぱい出していったりとか、優しい人ばっかりなので、自分が不思議に思った相手の方言だったり、自分がめっちゃ方言で喋っていったりとかしたら、そこから「えこれ何?」っていう会話につながっていくので、そこから友達ももっと増えていくと思います。沖縄と違った環境なんですけど、その環境の中で楽しむことができるので、出て本当に良かったって自分でも思います。なので皆さんも出て沖縄の良さをもっと知ってほしいです。大阪国際大学は先生との距離がとても近い大学で、いっぱい面倒も見てくれるし、沖縄の人もたくさんいるので、とてもいい環境の中学べると思います。皆さんも大阪国際大学に来てください。レソレー。